大帝のカトリーヌ殿のご同行とあらば、どんな強敵が現れようとも安心ですな。知らないのか？これが雷帝、英雄の遺産の一つだ。遥か昔、女神より力を授かりし十人の英雄、その子孫に伝わる聖なる武具さ。つっても今回は雷帝を振るう機会はない。あたしらの任務は事後処理だからね。ですが、なぜロナード卿は無謀な反乱を起こしたのでしょうね。あんたら、ラスカーの悲劇は知ってるな。4年前、ファーガス神聖王国の国王がラスカー人に殺された事件ですよね。まあ簡単に言えばそうだが、王国内にも加担者がいたんだ。その一人がロナート卿のせがれクリストフで、彼は教団に突き出されて処刑されてる。教団からすりゃ、混乱する王国の代わりに教義にのっとって裁いたに過ぎんさ。事件の真相がどうあれ、それ以来ロナート卿は教団に恨みを抱いてんだろ。いや、正確に言うと恨んでるのは教団と、教団にクリストフを突き出した。報告、敵が接近中です。避けられません。敵の兵力が予想以上に多く、霧のせいで騎士団の包囲をすり抜けてきます。おっと、任務変更だ。総員、戦闘準備にかかれ。霧が濃くちゃ、どこにどれだけ敵がいるんだか把握できないね。霧の中から敵が囲まれたか。けど厚く包囲できる兵力はないはずさ。分散した敵を括弧撃破して包囲を切り崩すよ。血の匂い。霧の中でもう戦闘が始まっているようね。みんな不用意に突っ込むなよ。視界に入った敵から確実に潰していくんだ。焦らず戦おう。私の力見せてあげる。先生、奇襲有利思います。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。戦いの空気苦手だ。
思っていた一人生だったのに。舞台に上がるより緊張するわね。おっしゃ、行くぜ。行きますか。寝てたらダメ。死なせてたまるか。甘い。
どうか生き延びて、オラたちの分まで。残念ね。おそらくロナート卿に彼らの思いに応えるだけの力はないわ。様には近づかせぬ。セイロス騎士団の剣、その身で味わいな。霧は晴れても我が息子の無念は晴れぬ。腐った中央教会に主の裁きを。
働きね。助かるよ。ダメ。ロナート様の悲しみと怒り、オラたちの手で晴らすんだ。
協力すればうまくいきます。恐れおののくがいい。ちょっと興味深かったね。助かるよ。お前もあの女狐にたぶらかされているのか。わしが真実を知らしめてやるしかない。Bye.
せはせん。披露しよう。このわしが、あんたは正義をすっかり見失っちまったんだな。せめて私の手で送ってやるよ、主の身元へね。ロナート教との因縁、こんな形で決着を見るとはな。みんなお疲れさん。各自兵をまとめておいてくれ。何のためにこんな。
泣いてる人だってあんなにいたってのに。罪なき民に命を閉させると、貴族にふさわしくない男だったな。ロナート卿をここまで駆り立てたものは果たして何だったのか。敵方に民兵がいたことで皆少し動揺しているようね。ええ、皆この現実を直視できるといいのだけれど、ロナートに味方した民は彼らなりの正義のために戦っていた。だから彼らを単なる犠牲者のように扱うのは私は間違っていると思うわ。私たちは相入れない正義を持つ相手を排除して進んでいくしかないのよ。その相手がたとえ神のような存在であったとしても。あら、教師がそんなことを言っていいの？驚いたわね。私はきっとロナートと同じ、己の正義のために民に命を懸けさせる皇帝になる。そうしなければ大事はなせないし、その民たちの死は無駄にはしない。おい、今回の事件は意外に根が深いかもな。ロナート卿の所持品にこんなものがあった。レア様の暗殺を示唆する書簡だ。差出人は分からんし、信憑性も疑わしいが、捨ておくには内容が不穏すぎるだろう。帰ってレア様に報告だ。何事もなきゃいいがね。よく無事に戻りました。これも主のご加護の賜物。いえ、加護だけではないのでしょう。あなたは私が期待した通りの逸材です。そう謙遜する必要はありませんよ。生徒の中には民兵と戦うのを躊躇した者もいたそうですね。民といえど他の信徒に危害を加えかねない罪深き者には罰を下さねばなりません。愚かにも天に刃を向けた者の末路、生徒たちも理解できたことでしょう。さて、問題はカトリーヌから報告のあったロナート卿のミッションの件だ。ミッションには女神最短の儀に合わせて大司教を襲うという許し難い計画が記されていた。実現性の乏しい計画だとは思うが、警戒を万全にしておくに越したことはない。そこで儀式当日には生徒諸君にも警備に協力してもらいたいと考えている。生徒の手に余る敵が現れてもあなたが共にあれば大丈夫でしょう。最短の儀はセイロス教の主たる女神の降臨を願う非常に重要な儀式だ。大司教や私は儀式が始まれば女神の塔にこもりきりになるだろう。無論騎士団にも厳戒態勢で臨ませるが、隅々目を光らせるには人手が不足している。生徒まで動員するのは本意ではないが、背に腹は変えられないというわけだ。私の身は案ずるに及びませんが、信仰を冒涜する輩を感化することはできません。何も起こらなければそれでいい。ただし緊張感を持って臨んでくれ。以上だ。白雲の章、正解の説、女神最短の儀。日を重ねるごとに日は強くなり、虫の音とともに夜は短くなる。女神がいるという正解の星が空に戻ると、人々はその最短を喜び祝う。ガルグマク大修道院では最短の儀が厳かに執り行われ、フォドラ全土の熱心なセイロス教徒は
そろって大修道院に足を運ぶのだ。暗殺計画に備え果たして暗殺計画に備えての見回りや警備、それが今節の課題というわけなのね。果たして敵の狙いは本当に大司教の暗殺なのですかな。あら、先生は奇妙に思わないの？私たちに見つけてくれと言わんばかりのずさんなミッションの管理、あれが暗殺計画で皆の目をそらすためなら本当の狙いは別にあると考えるべきだが。セイロス教団は多くの貴重な武具を所持している。それらが狙いでは。大修道院には宝物庫があるって聞いたわよ。真っ先に狙われそうなとこですけど。ガルグマクは広い。地上だけでなく地下にも。その辺になんかないですかね。今節は大修道院の中を調べて敵の狙いとなりそうなものを探してはいかがですかな。無論敵と鉢合わせることも想定して戦いの準備も抜かることはできませんがね。顔を突き合わせて悪巧みか先生。おっと、名乗ったことはなかったな。私はシャミアだ。シャミア殿はセイロス騎士団の一員よ。それからこちらの少年がレア様の従者でシャミアさんの弟子のツィリルです。レア様の身の回りのお世話をしてます。僕もレア様を守りたくて、だからシャミアさんの弟子に。チリルはレアさんが大好きだからな。ま、互いにやれるだけやろう。Thank you.